祭りやで。はい、メッチチャンネルです。メッチ、2021年の、SS っすね、 SS っすね、ウィーク1立ち上げです。祭り、その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、今回あれですね、ウィーク1の立ち上げなんですけど、いや、めっちゃ大興奮、大興奮問題。おー、びっくりした。あん、まあ、量出る知ってるけど、あれも大興奮、お前なんかもう大興奮と思った。いやー、どうしよう、どうしようって、もう俺何回も見てるもん、何回も見て、いや、何狙おう問題で、ずーっと、うん、仕事中も考えるぐらいの、な、ほんま、もうずっと頭に回ってる問題、ほんま。うん。では、まあ、改めてもう一回、ね、このラインナップ、見ていこうと思います。うん。まあまあ、これは追加とか、まあ、変更とか、あるかもわからないんですけど、一度、見ていきたいと、思います。楽しみ！な感じで、2021年ですね。SS の、うん、ウィーク1のラインナップ見ていきました。いやー、いや、これもう正直言うわ。商品多いよな。ま、立ち上げやからもう仕方はないって分かって、いつも分かってんねんけど、いや、ちょっと被ってる問題があってんな。被ってる問題。これちょっとゆっくり来てよって言って。ゆっくり来てよっていうのがあんね。ちょっと分けてきてよっていうのもあったし、いや、どうしたらいいのって思った。うん、結構いっぱいあってんよ。ま、石灰いっぱいのジャケットあるやんか。あれとか、ビギーの。うん、ビギーの T シャツもあるやんか。いや、ビギーの T シャツすごいな、あれ。去年は、2パックやったよな。うん、そんな考えたら、すげえよな、と思った。うん、今回ビギー来たな、と思って。うん。で、まあ、カウスのフリーもあるやん。そこも来るかと思っても。そこも来るかと思って。で、T シャツも結構出とって、タートルズの T シャツも、まあまあ、ありやなっていうのもあったし、で、プロディジーの T シャツもいるし、なんもいっぱいあんねんな。いっぱいあんねん、
まあ、タコもあってもタコも。タコ揚げ。まあ、それはいいか。まあ、カーディガンもあったしな、パープルの、パープルレイン的な、あの、プリンス的なあの、パンツとか、あの、靴下もあってや。うわ、いろいろ出るやん、思って。一気に出すぎもんで、どないしたらええねんって。どないしたらええねんって、俺ちょっと、いや、お腹いっぱいになったって感じ。うん、見れば見るほど、どれ選んだらいいって思うしな、ほんまに。あの、サイコロもいいし、もうめっちゃいっぱい悩んでるよ。サイコロも可愛かったやん。めっちゃ悩んでて。いや、でもこれ、何点ぐらい絞っていいかな。うん、無理やし、最初から飛ばしすぎてもきついなっていうのもあんのよ。マネー問題な。マネー問題もあんのよ。なんで、かといって、買えへんやん。買えへんやん。その順番もあると思うし。で、その順番がうまいこと言ったとしても、マネー問題発生するやん。ああ、そう考えたら、これ欲しいのいっぱいない？俺、興奮したね、俺。ウィークワン。これ、欲しいの多いやんと思って。うん。どうしようかな、思って。今、ねえ、この、まあ、3点選べてか。3点選べて考えようかなと思ってるよ。3点で考えたカウズのフーディー、カウズのフーディーと、ステッカーいっぱいのジャケットありやん。あれもええなって思うし、あと、まあ、ビギーの T シャツかな。ビギーの T シャツかな。いや、3点無理や。俺はサイコロもいいと思って。サイコロもどうしたいこれ、これ。4つあるで、これ。4つどうしても。だから、これ多分、見れば見るほどじわると思うから、いろんな。もっと他も欲しい。まだ見切れてないね。多すぎ。多すぎやから。いや、どうしよっかなって悩んでますね。で、今回あの、別タブですよね。別タブ無理っすよね。今回別タブ無理問題ですよね。だからこれもう、ねえ、ちょっと厳しい問題やから、カオズのフジとか人気あるんちゃうんかなと思ったり、せっかいっぱいのあるジャケットも人気あるんかなと思ったり、だけど、いっぱいあるから、あの、分散されるんかなっていうのも、ちょっとそれもあるかなと思って、ちょっと安心はしてんのよ。安心はしてんねんけど、だから一番人気とかってもう絶対もう無理やな。厳しいやろうなと思ったり、結構悩んでる。正直皆さん、何がいいっすかね、今回ウィークワンって。僕も結構ありすぎてどうしよう思ったんよ。ほんまに。あの、選びきれないもんだよ、ほんまに。だから、とりあえずはもう、やっぱり、買えるときは買いたいねんけど、やっぱり一点に絞らないと難しいかなと思ったよね、なかなか。どうしよう、ビギーかっこいいねんけどな、まあ、サイコロもいいし、ステッカーいっぱいもいいしな、カウズもいいし、めっちゃあんねんな、これ。どうしたらいいって感じ。で、今回あれやんな、ね、ノベリティももらえるやんな。多分、ノベリティもあるやんな。それも何か来るかっていうのもめっちゃ楽しみやし。それが、なんだろう、あれ、マスクになるんかな？何なるんかな？あれすげえ。あれ、楽しみや。何になるんかなと思ったり。もうすごい、いっぺん、あの、祭りやなと思う。ほんま祭りやなって。だから、もう今回僕僕、どうしようかな。だから、今回は、オンラインですね。今回もオンラインですね。オンラインで、チャレンジ、しようかなと思ってるんですけど、悩む。ほんま悩む。今これが欲しいとか言ったけど、多分気が変わるかもからも。ほんまに。まだちょっと時間あるやんな。ちょっと時間あるから、まだちょっと、ね、ウィークワンで出るやつをもっと見て、だから、ルックブックとか見て、まだちょっと今回我慢しようとか、いろいろちょっと、考えていかないと、まあ、マネー問題も、そこも関わってくるから、ちょっと難しいなって思っているメッチでした、本当に。でも大興奮やなって。だから、被せすぎと思った。ほんま、いいもん被せすぎて、悩み問題、ほんまに。どうしたらいいかなと思った。ちょっと頭痛いな。頭痛いですね、本当に。ね、皆さん、何、狙ってますかね、ウィークワン。なんか、いいもん、あんだけあったらあるでしょ？あんだけあったら、これ行こうっていう。ね、僕みたいな悩みの人もいますかね？いますかね？悩むよ、ほんまに。ほんま悩むね。で、その先のウィーク2、ウィーク3がもうコラボものがいろんな出てきたり、もあるし、ちょっと、最初が飛ばすのはどうかなって、ウィークまで結構飛ばしがちやからな。僕はそうやねん。個人にウィークまでガッと行きたいって思っちゃうねん、やっぱな。我慢してたから。まあ、ちょっと、悩んで、今の、この悩んでるのが一番楽しいかもからな。一番楽しいかもからな。そんな感じで、大興奮している、めっちゃでした。めっちゃでした。はい。チャンネル登録と、
グッドボタン、よろしくお願いします。ウィーク1は、ほんま、祭りやな。めっちゃねえじゃん。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。